えー、いつも質問したゲタ屋の跡継ぎです。同じゲタ屋で生まれた型染色作家の手ぬぐいを扱っていて人気商品です。フランスだと海外に手ぬぐいを売りたいのですが、単価が低くて勇気が出ません。海外の方に手ぬぐいを受け入れられると思いますかいいえ。ちなみに知らずにグッチの料理チャンネルの主婦が当店の手ぬぐいを使ってくれたりしました。あ、そうですね。へ多分、おしゃれなタオルというだけなので、その手ぬぐいを使うという文化がないんですよね。 なので、おしゃれなタオルっていう形で売っていくぐらいしかできないんじゃないですかね。